大葉植物は、イカンタバ植物のうち、姉妹群である、大バシダ植物と、木質植物をまとめた、単系等群である、信用植物と呼ばれることもある。大葉植物の名は、イカンタバ植物のもう一つの群である、商用植物と対比して用いられる。ケンリックとクレーンは、トクサ類やシダ類、木質植物に加え、オフィリファイトンや、 プシロフィトンなどのプレシオンを含む軍として、サブディビジアン・ユフィリファイティナを置いた。本軍は時折、オーバ植物アモン、または、信用植物アモンとアモンの階級に置かれ、オーバ類マクリフィラニーやオーバ植物類・ユフィリファイタとも、呼ばれる。稀にモンの階級に置かれることもある。単系統軍ではあるものの、共有派生形質が不明であることもあり、ルッチェーロラのように、 大バ植物より、海の大バシダ植物及び、出植物が、サブファイロムパリパデュファイティナ及びサブファイロムスパーマティファイティナとして、アモンの階級に置かれることもある。なお、コンティーノラでは、本群のうち原生植物からなる、クラウングループを、ユフィリファイタ PD コンティーノ &MJ ドナヒューと名付け、ケンリックとクレーンにおける、ユフィリファイティナとほぼ同じ範囲である。 フシロフィトンなどを含むパングループにパンユフィリファイタ PD コンティーノ &MJ ドナヒューと名付けた。そして化石植物のトリメロフィトン類をオーバー植物のステムグループとみなした。緑色植物の系統についてウィケット・ライアプティックラによる分子系統解析から次のような系統樹が得られている。シダ植物は 伝統的に松原類、日陰のカズラ類、トクサ類、シダ類の四群に分けられるが、オーリグニーアはこのうちのシダ類のみを、オーバ類マクリフィラニーと呼んだ。現在では、シダ植物は解体され、日陰のカズラ類のみが、商用植物として独立したクレードを成し、残りの三群及び、出植物が、クレード、オーバ植物を成す。ツインマーマンのテローム説。t、テローム。 M, メソム P, 扁平化プレネション W&S, 融合バーワッチ酸、R, 対価縮小リーデュークションと主軸形成バージュフェロン I, 反転アインクラムン大葉植物の持つ葉は、大葉、または、大西洋と呼ばれる。これは葉を系統機関学的に分けたうちの一つで、商用、マイケラフィルに対して、一般的に大型で、複雑なイカンタバ系を持ち、 茎のンタ束にハスキを生じる。マバという表現を用いられる。大葉と小葉の区別は、エドワード・ジェフレイの死だと、ラッシュ植物の茎の構造と発生に端を発するとされる。この論文では、当時の流れに沿って、植物の解剖学を系統解析に利用した。ジェフレイは、ンタ束植物をハスキのない商用的な葉をつける、商用類ライカプサイだと、 葉すきを作る大葉的な葉を作る大葉類テレプサイダに分けた。この商用類には特差類も含まれ、葉すきの有無がその判断基準とされた。しかし、大葉類の中にも原生中心柱を持ち葉すきができないものがあることや、葉すきは環状中心柱や毛状中心柱のシダ類では明瞭であるが、特差類や出植物の新生中心柱では、 普通傭兵に入るハートは多数あり、それぞれが茎の遺憾束から仮軸分子によって供給されるため、実際にはハスキがない。肘植物ではハスキと同様の空間を空撃楽なと呼ぶが、皮脂植物ではハートがハゲ元気から急元的に伸長するのに対し、大橋田植物では、商用植物と同様に茎からハゲ元気に向かって、 急調的に伸長するため、別のものであると考えられる。また、メシダカシダ類の化石の研究から、シダ類でも、毛状中心柱が小型化するとハートが仮軸分子するようになり、見かけ上はハートがなくなる。このようにオーバ類におけるハスキノウムは系統を反映しない。オーバの起源は、バルター・チンマーマンのテロームセツテロムセオリー、テラムシーリーが引用されてきた。 この仮説は二股分子する裸の軸を形状学的な形態の一単位としてテロームと名付け、その変形の組み合わせで植物の形態進化を説明しようとしたものである。テローム説には、耐火縮小リダクション、リーデュークション、反転リッカーベーション、アインクラムン、主軸形成、オーバータッピング、バージフェロン、扁平化プ、プレネション、プレネション、融合フュージョン、 バーワッチさんの5つの段階が想定され、そのうち小葉の起源として、大火縮小、特殊類の放置農託の起源として、反転が、残りの3つは、大葉の進化過程を説明した。シルル期から、デボン期新生にかけての多放置農植物から、トリメロフィトン類を介し大葉が、系統発生していく過程を予言している。トリメロフィトン類は、リネア植物に比べ、太い軸が、 二股分子ではなく、単軸分子する主軸となって、無限成長するようになり、側軸との分化が生じた上、側軸が平面に展開する傾向にある。また、トリメロフィトン類の中には、不等、二股分子するものがあり、これは二股分子からの移行であると考えられる。この不等、二股分子及び、単軸分子への変化が、デローム節における、 主軸形成の過程であると説明される。また、側軸が平面に展開するという特徴が扁平化の過程であると説明される。よってこのトリメロフィトン類の主軸形成と扁平化は茎から横に展開する大葉の形成過程と考えられている。大葉の重要な形質である広い葉面形成は扁平化したて、ローム群の融合の結果であると説明される。 融合は、トリメロフィトン類ではあまり進んでおらず、化石記録から、トリメロフィトン類から派生した複数の系統群で、陽面形成が独立に起きたことが示唆されており、いずれの解析でも大バは、複数回進化していると考えられる。トメスクによれば、大バは、最大11回別個に進化しており、大バという用語は使用すべきでないという意見すら、出している。上記のように、 大橋田植物と種子植物の両者の葉は、起源も性質も異なるので、ひとまとめに、大葉と呼ぶことは妥当ではない。しかし、大橋田植物と、螺子植物の共有派生形質は見つかっておらず、大橋田植物と、木質植物をまとめて呼ぶ他の良い名前が、見つからないので、歴史的に用いられてきた、大葉植物という用語が未だに用いられる。 以下に、原生緑植植物の大分類を示す。フラグモプラスト植物の分類は主に、長谷部に基づく。ありがとうございます。